大家好，我是大介。没有人想吃纳豆吧？没有人喜欢我吧？这个文法在生活上蛮常用的吧？当然，日文也有一样的说法。所以今天我要介绍这个没有人什么什么的很自然的一些说法。有两个说法，一个是什么什么人なんていない，納豆食べたい人なんていないでしょう。俺のこと好きな人なんていないでしょう。这个比较像中文的文法。納豆食べたい人はいない。納豆食べたい人なんていない。这个なんて是表示没什么了不起、轻视的文法，所以很适合这些句子。俺のこと好きな人なんていないでしょ。另外一个是誰も什么什么ない。誰も納豆なんて食べたくないでしょう。誰も俺のことなんて好きじゃないでしょう。納豆食べたい人なんていない。誰も納豆なんて食べたくない。食べたい、想吃。食べたくない、不想吃。注意一下这个差别。那其他在生活上会很常用的例子堆起来看看吧。仕事好きな人なんていないでしょう。毎日仕事行きたくないけど、しょうがないよね。そう？今の仕事、俺は結構好きだよ。やりがいあるし、同僚とも仲いいし。一次会終わったけど、誰も帰らないね。俺、帰りたかったんだけど、なんか帰りづらいな。実は俺も帰りたかったんだよね。一緒に帰ろう。歯、矯正してるからさ、ご飯食べてるとき、あんまり口開けて笑いたくないんだよね。別に誰も気にしてないでしょう。別に気にしてる人なんていないでしょう。トイレ行く人いない？次のサービスエリア寄らなくていい？あー、じゃあ一応言っておこうかな。飲み物も買いたいし。すいません。誰かいますか？すいません。誰もいないな。なんでインスタやらないの？今時インスタやってない人なんていないよ。だってあんまり写真撮らないし。あと、俺の写真なんて誰も見たくないでしょう。だってあんまり写真撮らないし。あと、俺の写真見たい人なんていないでしょう。あ、唐揚げ最後の一個残ってるな。誰も食べないなら俺食べちゃおうかな。あ、最後の唐揚げ、俺食べようかな。でも誰か食べようとしてたらどうしよう。もう少し様子見ようかな。別に誰も気にしてないでしょう。幸せになりたくない人なんていないでしょう。这些文法大家也不妨试试看哦。那今天的影片就到这边，如果你喜欢我的影片的话，
请按赞分享加订阅。下次见。バイバイ。そう、普通の場面で笑うときは全然いいんだけど、でもご飯食べてるときは、こう、物がいろいろ挟まってるから、ちょっとみっともない。だから、ご飯食べてるときはあんまり笑いたくないね。こうやって。って笑っちゃうね。